でかっ、ふと。これ、うちのスーパー、近くのスーパーで、でかい。でかい。でかい、でかい。太い。太い、これ。なんでこれ。おめでとう、でかっ。でかクロス。このね、サイズはね、うちの近くで600いくらだけど、600円か。でもね、もう それよりでかいから、多分1000円ぐらいですよね、これ。いいね、大好きだね、これ。そう、好き。おめでとうございます。好き。で、これがね、クロソイ。いいね。うまみがすごいね。うん、すんげーうまい。食べる？なんじゃこれは。なんじゃ。ね、皮目の弾力とこの身のところがね。はい。クロソイです。なかなかね食べるあれがなくてね、結構ね品質立ってますね。うん、大丈夫です。ん？なんか魚のいい匂いがする。やったー、刺さったー、いたー、刺さったー。気をつけてくださいね。ハサミで切った方がいいんだけどね、先にね。切れば？よくいいんだけどね、スズキの時はね。なんか変な形だと思った。ああ、ちっちゃいんじゃなくて結構でかいのね。うん。捨てる。大きいんだけどね、可食部っていうか、ほら、お肉、食べるお肉ついてるところってほんと少ないよね、頭が大きいからね。これだけある、これだけしかない。刺身ってうまそう。すんげー甘くなってる。すんげー甘くなってると思ったら、この隙間に入れて、あ、切れてきた。ん？ん？何かない？うん。失敗した。身がいっぱい残ってる。身がいっぱい残ってる。それだけ入れたらいい。うん、うん、ね、何年ってかかるんだろうね、この大きさになるって。鍋、皮、はあ、美味しそう。身の色が綺麗だね。うん？身の色が綺麗。ああ、一週間経ってますよ、一週間。とても一週間経った魚とは思えないね。うん、全然綺麗。
ここもう一枚は敷いたら。ん？ああ、そうだね。でいい？うん。うさぎさんみたいだ。いいんじゃない？はい。黒添です。はい。うわ、すっげえ油乗ってる感じ。うぅ、うまそう。でね、しゃぶしゃぶでいきますよ。これね、しゃぶしゃぶ。で、昆布つゆをね、ちょっと入れようかな。好きです。はい。大好き。OK。はい。はい。あ、これでね、一式揃いました。はい。じゃあこれね、ちょっとしゃぶしゃぶするんだけど、頭ね、先に。頭ね、先に入れちゃいます。やっぱり半分に割ろうか。うん。ちょっとでかいよな、これ。あ、待って待って、ちょっと早いですか。うん。眉間に入れて。手に入れると割れるんですよ。よし。よし。はい。はい。割れた。はい。はい。2匹になりました。はい。はい。じゃあこれ入れます。はい。あとこのアラも入れちゃいます。これも入れちゃいます。はい。沸いたんで出します。はい。はい。どこに行く？ここで。出した。はい。よし、いいよ。はい。出来上がりましたよ。ほら。これね、ちょっと、これ、煮込んでます。頭ね。すごいなんかね、もう出汁がね、出てね、トロトロですよ、ほら。トロトロ。すっごいね、コラーゲン出てるね、これからね。うん。一緒に煮込んだね、アラもね、お腹のとことかあるんだけど、ね、引き上げました。ちょっともうなくなっちゃうよ、ね。じゃあ、ちょっとね、お刺身いただきたいと思います。はい、1週間寝かしてるもんね。もうほんと1週間経つもんね。いただきます。2枚ぐらい。つけすぎた、落ちた。あ、美味しそう。うん、醤油つけすぎた。うん、いただきます。ちょっと、あ、うめえ。こんな感じ。うん、いただきます。いや、弾力まだすごいあるよ。うん。いや、身の状態がすごい綺麗だ。うん。本当に、この色見てもすごい綺麗。うまみがすごいね。うん。すんげーうまい。食べる？食べたい。食べる？いいよ。食べる。うん。いい、食べる。食べていいよ。つけすぎ？あんまりつけすぎ。うん、つけないで、全然いい。全然コリコリしてる。うん、うん、うまいよね。じゃあ次ね、ちょっとカボス絞って、うん、カボスでいただきましょうか。いただきます。あ、ネギいらんやったかもな。いただきます。いただきます。あ、うまい。ちょっとこれは美味しいね。美味しい。身がプリプリやん。うん、甘い。うん、うん、うまみがある。フグみたい。うん、例えるなら、うん、カサゴとか寝かしてもね、あんまり寝かしたことないもんね。すぐ食べちゃうからね。うん、うん、いや、美味しいね、黒添え。このサイズがいいのかな。うん、美味しい。はい。カボス。うん。いただ
はい、黒添えもう1週間寝かしてます。うん、美味しいやろ。美味しい。ね、俺、血抜きうまかったのかな。神経締めしなかったんだけどね。あ、全然身がね、しっかりしてるね。うま、ん、みが増してる。あ、美味しいです。はい。大根おろし。おみそおろしで。いいかな。うん。おみそおろしで。これね、いただきます。はい、待って。はい、どれ？これね、皮付きでね、もうね、ちょっとね、はい、厚めのお刺身みたいな感じで作ってます。もうちょっと火入れたいな。ちょっと軽く火を入れて、お、いいんじゃない？これぐらいで。うん。お、ちょっと、お、いいんじゃないか？いただきます。映ってる？うん。いただきますよ。はい。いただくよ。はい。なんじゃこりゃ。なんじゃ。ね、皮目の弾力と、この身のところのね、また弾力がね、違うんだけど、うまいね、これ。うん。ああ、うま。腐ってんじゃないかなと思ったね。心配だったのにね。めっちゃうまいよ。はい、あげる。え、どうぞ。食べていい？うん、食べていいよ。この2種類の食感。うん。皮目のプリプリと、うん。ふわプリが。ふわプリが。なに黒添え。すごい。めっちゃ美味しい、こいつ。はあ、めっちゃ美味しい。おう。衝撃のうまさ。うん、美味しい、美味しい、美味しい。じゃあ、ちょっとね、これ皮いい。皮。これ皮、うん、皮、うんうん。はい、皮。はい、これちょっと温めます。さっきね、一旦入れたんだよね。引き上げたから。もういいや、これ。うん。いただきます。半分でいいや。半分あげるね。うん、うん、とろとろ。あ、溶けちゃった。溶けちゃった。でも美味しい。あー、たまらん。食べる。はい、うん、火加減で、え、食感が全然違うから、うん、全然変わる。溶けた感じね。うん、うん、コラーゲン。コラーゲンよね、うん。コラーゲンだ。コラーゲン。おいしい。コラーゲン。う、次、どうしよう。うん、はい。これ食べる。溶けてるもん。うん。これ完全コラーゲン。あ、これ、どっから出てきた？これ、お鍋から。これ。完全コラーゲン。うん、コラーゲン。いいよ、食べて。めっちゃ。食べて。溶けてる。いいの、食べてる。うん、すごい。とろける。とろけるね。とろける。おいしいね。はい。野菜ちょっとも入れちゃいます。これすぐ食べれるのばっかりや。うん。きのこ。きのこも入れとこう。よいしょ。ほら。人参もちょっと入れて。あ、おネギ、おネギ、おネギ。ネギも入れて。おネギよく煮て。うん。もう一個。あ、しいたけ、しいたけ。しいたけも入れて。美味しそう。これもういいよ、多分。うん、春菊いいね。春菊食べます。魚食べたいんだけど。うん。うん。野菜のお出汁と。うん。うん。出汁が染みてうまい。うん。これはうまい。これちょっと水菜ももういい。うん。うん。あ、シャキシャキ。いや、これね、これお腹のところ、お腹のところ。さっきちょっとね、入れたんだけど揚げたやつね、これも。うん、ちょっといきますよ。
けて、うん、うまっ、臭みなんて一切ないよ、うん、透き通ってる、透き通ってる。んで魚のね、魚介のね、なんか旨味がね、すごいな、パワーがある。うん、これが美味しい。しっかしうまい。うん、ごめん、俺一人食っちゃった今。うん、いいよ。違うでしょ、頭ね。うん、白身になっちゃった。はぁ、これは見えますか皆さん、このちょっと大根を落とすと、はい、いただきます。どっから、こっち側から行こうか。よし、いただきます。ちょっと待って、うん、どこ、あ、うまい。大した下ごしらえしてないのにね。うわ、うん、うめえ。いただきます。目玉、目玉、目玉、目玉いっちゃうよ。うん、目玉を熟成してる。唇行くよ、唇。どれどれ。これ唇、ほら。唇、あ、それピンポン。プルプルプルや。あ、ほんとだ。すごいプルプル。プルいただきます。トゥルットゥルや、トゥルットゥル。おー、コラーゲン。コラーゲン。うん。もうあとのコラーゲンだな、これ。本当だね。いただきます。うん。うん、なんかもう汁がだ、見て。汁がすごい。トロトロになっちゃった。え、カサゴでもこんなになるのかな。いや、カサゴと全然違う。なんかね、肉の質がね。うん、違う。違う。筋肉質だ、もっと。で、コラーゲンが多い。うん。カサゴでもなるんじゃない、こんなもんに。いや、ならない。うん、これはうまい。いや、ほんとに、うん、美味しい、うん、クエ系のね、やっぱ魚のね、うん、味がする。うまみが増してました。うん、全然美味しい。めっちゃ食べる、これ。口にどこ、はい、え、はい、あ、映った、プルプル、プルプル、はい、どうぞ。火強いんじゃない、これ。うん、そう、はい、どう。うん、美味しい。もう、え、トロトロ、トロトロやろ。うん、はぁ、やったー。プリプリ、トロトロ、うん、この油浮いてるもんね。うん、ほら、油。いや、すごいね。他のも何も入れてないんだよ。もうね、ヒレがね、うん、芸がね、美味しくてね、もう、何も残ってない。何も残ってないぞ。とろとろ。何この汁。え、飲んだこれ汁。うん、え、これ汁やばいよ。ちょっと待って、この鍋、煮た鍋、とろとろになってて。ああ、鍋だ。鍋だ。ああ、野菜の甘みがプラスされて、すごいことになってるね。すごくない、これ。うまいな。ちょっと火消そうか。うん。消していいよ。もうちょっと食べる。食べる。はい。野菜食べようか、野菜。うん。うん。はい。思い出しました。なんか、鬼カサゴだ、鬼カサゴ。鬼カサゴに近い。鬼カサゴ。そうです。クロソイは、鬼カサゴの仲間でした。うん、いやびっくりです。想像以上に美味しかった。うん、美味しかった。なんだろう、一週間寝かしたっていうのが効いてるのかもしれないね。
うん、なかなかね料理する時間が取れなくてね、うん、静かに冷蔵庫の奥で、ね、食えなくなっちゃうんだ本末転倒だよみたいなね。いやこのまま食べずに捨てたら本末転倒だよと思ったけど、刺身で食べても全然いけた。うん、今日はね、こう先日釣った黒サイをしゃぶしゃぶあと鍋にしてね食べてみました。で残りはね、家族でね食べたいと思います。はい、じゃあどうもありがとうございました。あとうどん入れて食べようかな。ね、そうだね、はい、じゃあどうも。